皆さんこんばんは、わーです。2017年9月の2日、6時です。朝の6時です。よろしくお願いします。ちょっと4時間ね、喋ったんで、さっぱりするために顔を洗ってきました。よろしくお願いします。はい、お疲れ。この手の題名だと嵐が起きないかな。大丈夫かな。稼がないとダメなんだよ稼ぐためだったら嵐を起こすぜ。はい、コビさんおはよう。フーフーマンお疲れ。ガルダおはよう。はい、アンズさんおはよう。ワダツー。ガロンさんはコツー。まったり聞いていていいから。いや、まったり話すよ。大丈夫よ。気持ちいい。いや頼むよ。飯食えないんだから。飯食えないんだから。話すだけじゃ。ワズさんファイト、ありがとう。頑張るよ。おはよう、ロビちゃん。おはよう。今日もよろしくね。
おい、おはよう。ガロンさん、どうもどうも。そうそう、同情するなら金をくれ。ハートありがとう。バカありがとう。寒いね、今日ね。朝というか深夜にこれだけ濃厚な雑談が聞けるとは思わなかった。何でも話すよ。喋るのが仕事だから。義理の兄、シャイニー様の配信を眺め、乱入者との掛け合いのすっとぼけぶりで腹がよじれました。シャイニーはね、ほんと、腕あるからね。シャイニーは大人気ですよ。100万ちょろくないよ、全然。まだ1回も達成したことないんだから。そんなに甘い世界じゃないよ。そうそう、腹違いの。おはよう。ご隠居さんいらっしゃい。おはよう、バティスタさん。バカ塾ありがとう。ありがとうございます。アドさん元気になったんじゃない？お元気かな？どうだろう？声がすごく心地がいい。ありがとう、68さん。もしよかったらフォローしてね。よろしくお願いします。ありがとう。体調良さそう。やっぱり地元に帰ったのがでかかったのかもしれないね。地元に帰ったのがでかかったかも。笑いが欲しくなると空に向かってシャイニー様を呼びたくなる。いでよシャイニーっつって。周囲の意見に流されないで生きてこうとしているところが好き。周囲の意見に流されても、あのね、俺結構ドライな部分があって、あのね、誰も助けてくんないよ。あの、応援してもらうことはありがたいことなんだけど、誰かが自分のこと助けてくれると思ったら大間違いだよ。だからそこは忘れないことね。そこは忘れないこと。誤解しちゃ、勘違いしちゃいけない部分なのよ。誰かが助けてくれるわけじゃないのよ。自分のことを助けてくれるのは自分だけなの。応援してくれる勇気をもらうことはできるけれども、でもね、自分の身は自分で守らないといけないんだよ。
だから自分をしっかり持つことって大事だよ。他人のアドバイスも大事なんだけど、まずその自分がしっかりしてないと、柱みたいなものを持ってないと肉付けはできないから、その柱を誰かに委ねないことね。そうそう、おはよう、花火ありがとう。え、サバ感度ない？嘘。え、マジで言ってる？朝散歩、あー、そっか、サムネを変えたのかまたサムネ変えたんだ、うん、そういうことか。サブアカじゃなくてサムネを変更したのか。そうそう、すごいサムネ変えるからさ。豆乳パックは飲みは体調良くなりそう。豆乳好きだね。あー、配信サイト一番はふわっちかどうかか。あのね、あんまりどこが一番っていう発言をするのは好きじゃないです。なんでかっていうと、いいところと悪いところがあるから。ただこれだけは覚えてほしいのは、俺が使ってるっていうことはそういうことだよね。今一番来てるサイト、今一番やりやすいサイトっていうのは間違いないんですよ。だから、長くやってるところは居心地がいいところであることは間違いないけど、どこが一番どこが二番っていう言い方はあんま好きじゃないかな。なんでかっつうと、お世話になってる側だから俺は。配信者で100万稼いでる人をストートレースしても100万稼ぐことは難しい。個性を売ってるんだから。あ、全くその通り。要はね、誰かの真似しても2番煎じだから、劣化品でしかないんですよ。だから自分を100万円プレイヤーまで押し上げないとダメなんだよね。本当にそうだと思うよ。誰かの真似をしても意味がない。本当にそう。謙虚でいいなと思う。まあ謙虚さ、身につくのってやっぱり自分の実力を知るようになってからだよね。ただの人なんだよやっぱり、才能があるとかじゃなくて、運が良かっただけで今こうしていられるのは。だからその運を引き寄せるためにやっぱ謙虚じゃないとダメだよね。だってリスナーさんが見てくんなかったら、俺なんかさ、ただの人なんだから、その辺に転がってるゴミと変わんないんだもん。でもね、みんなが見てくれるからさ、こうなんつうの、芸能人みたいに街歩いてたら、ああ和道だって言ってもらえるわけよ。嬉しいよ。そんな昔からしたらさ、写真撮ってくださいって言われるんだよ。嬉しくないですか。おお、くみたん久々だね。そのサムネね、俺が作ってあげたやつだ。懐かしいね、くみたんね、久しぶり。和道マーク入ってるじゃん。懐かしいサムネ出てきたね。それいいね。今日は珍しく寝れない。そんな日もあるよ。ここでゆっくりしておいで。先月どれくらい稼いだんだろう。先月？それはご想像にお任せしますよ、うん、テストさんいらっしゃい。まあそのふわっちは本当にいいサイトですよ。ここの運営さんには本当に感謝してる俺は。ねえ、これいいね。そのハート懐かしいね。ニコ生時代だったっけそれ。ふわっち来る前だよね。一番最初に作ったやつだから。そのマークがポッて入ってるのいいね。さりげなく入ってて。余談のマーク入ってるね。いいじゃないですか。初見です。ワードおはようございますプッチョさんいらっしゃい。初見なの？もしよかったらフォローしてね。よく撮っといてたね。それいいね。いいと思う。俺も久々見て懐かしいと思ったし、嬉しいよね。俺が作ったものをリスナーさんが撮っといてくれてるっていうのが。いや、3いらないよ別に。さん付けしなくていいよ。みんな和道和道って呼んでるよ。普通でいいよ、普通で。
ああ、嬉しいなあ、くみたん、ありがとね。佐野さんが言ってたけど、儲かった的な話をしたターンアンチが湧く。成功者だけダメなのかな。儲けちゃ憎くなるのかな。他人の財布は他人の財布だからとか思うしかな。俺はね、別に儲かることはいいことだっていう考え方だから、貧乏なふりしてた方が儲かるんですよ。実は。だけど俺はそんなの関係ないってやってるかな。儲かってる方は儲かってんだから。そう、貧乏なふりした方が稼ぎやすいよ。だってみんなから支援されて、ね、好かれてる実績だから。そこは別に普通にやっていいと思うけど。フリーランスに決まってる人だったらよかったねって言いたくない。そうだよ、フリーランス大変よ、本当に。安定なんてないんだから。シビアな世界だよ。昨日石野君と浅井さんやってたね。
石野くんの笑顔久々。かわいいよね、石野の笑顔ね。あいつもっと笑った方がいいのにね。笑顔がめちゃめちゃかわいいんだよ。石野の笑顔大好き、俺。すごい純粋だよね。ニコって子供みたいに笑うんだよな。俺、石野の笑顔大好きだよ。浅井さんから電話来て、昨日家に来たらしいんだけどね。LINE が来てた。最近浅井さんが LINE 使いこなしてるんだよね。IT に強いおばあちゃんだからね。豆乳飲もうかな。日本一周やる、そうもう昔から知り合いなんですよ、石野とは。昔からの知り合いで。浅井さんの家に今住んでんの、石野。まあその方がいいよとは思ってたんだけどね。浅井さんの家に世話になった方が絶対石野は配信者として伸びると思ってたから。まああいつは持ってるからな。持ってる人と持ってない人で言ったら確実に持ってる側の人間だから、才能の塊だもんね。浅井さんは ただの神様だよね。どうなんだろうね。石野はあんまりコラボとか好きじゃない人だから、特に俺とはやりたがらないんじゃないかな。全然飯とか食いたいけど、プライベートで関わろうかなとか思ってて。結構石野は俺のうざがらみが嫌いだからね。まあね、同業だしライバルみたいな部分あるからな。まあでも間違いなく言えるのは、石野がもし3年間踏ん張ってやってたら俺よりも稼いでたろうね。うん、まあ、それは間違いないと思うよ。あいつが生主継続してたら今とんでもないことになってるだろうなっていう。ね、後からやってるから閲覧少ないだけで、あいつは持ってるよ。どうなんだろうね。その辺は俺わかんないけど。日本一周するって言い出したのは知ってるんだけど、なんでそんなことするって言い出したのかよくわかんないし。俺は石野の才能を誰よりも感じてると思うよ。石野には才能をすごく感じる、俺は。人間としての才能っていうか。日本一周するってなんで言い出したの？なんかむしろ日本一周とか旅配信とか絶対やらないと思うけど、なんか引きこもり系のタイプじゃないのかなって勝手に思ってたけど。ていうか家から歩いて10分ぐらいだから会いたいね。家から歩いて10分ぐらいなんだよ、石野の家。すごい近いよ。
おい、マックイーン、ワード2。一種の大花火プレゼントしてたね。俺にも大花火ちょうだい。ボーイになったって言ってた。空き缶の匂いが気になる。おー。いやー、石野は好きだわ。俺が彼の配信を見始めた時の印象、家族と会う機会があった。弟と久々にいろんなことを話し合った。何かやらないきゃといけないと思った日本一周。あ、そういう流れだったんだ。あいつ家族すげえ大事にすんだよ。意外なんだけど、あいつ家族すげえ大事にすんだよね。昔親と喧嘩してて会いたくねえっつってたのに、もう関わりたくないって言ってたのに変わったんだよね。そう、意外と家族愛ある男なんだよね。あ、パックの畳み方ね。ゴミとかを畳んで入れたいタイプだね、俺は。え、日本一周やるんだ。へえ、楽しみだな。へえ、ついに始めるんだ。動き出すんだ、石野。いいね。いいですね。うん。悪くない。悪くないですね。あ、いってらっしゃい、ロビちゃん。いってら。花火ありがとう。ロビちゃん、花火ありがとう。ありがとうございます。いつもすいません。ただ配信機材の問題がいろいろあるらしくて、その辺詳しいリスナーにいろいろ聞いてた。ああ、まあまあまあ、そうだよね。それこそね、教えてあげるのに。旅配信者はね、あの機材だけの問題じゃないから。もう1人、もうね、もうこれですよ。まず一番大事なのが、リュックです。旅配信は。これ本当にそうなの。コロコロもダメ。もう本当に大変だから、背負えるリュック。2万円のカリマー。で、リュックの次はこれ。もうバッテリーだから。これさえあれば無敵。ただ重い。これよりも、これ何アンペアだっけ ?6 万アンペアだっけな。最近ね、軽いやつが出たんですよ。これよりもね、これが重すぎるんだよね。もう一個ね、俺バッテリー買おうかなと思ってて。これよりも、これと同じぐらい容量あるんだけど、軽いやつ。これはね、USB 4発、シガーソケット、コンセントからいける。うん。これね。これはちょっと重すぎるから、もう一個バッテリー買おうと思ってる。サブバッテリー。あ、ごはんさんいらっしゃい。月収100万はどうやって目指すか教えてください。やり方はないっすね。やり方じゃなくて、心指すかどうか。俺の思いが強くて、俺の行動が正しければ、100万は絶対達成できると思ってるんで、頑張る。ひたすら頑張る。誰よりも長時間配信やって、誰よりも、リスナーさんに可愛がられたら絶対できると思ってます。やり方は、やり方よりもあり方かな。いくらぐらい、これで5万円かな。これで5万円、いや、アマゾンで5万。和道には世話になったことあるけど、だからこそ簡単に戻れないとかなんとか言ってた気がする。なんだよ、めんどくせえな。
世話になってねえよ全然。俺楽しかったよ。伝えといて、ガロンさん。石野とのライフは最高だったって言ってたって。伝えて。俺はお前のこと大好きだよって。石野との生活は楽しかったよって。俺は友達だと思ってる。うん。戻るとか戻らねえとかじゃなくて、普通に飯食おうぜって。俺はそういう感じだよ。水くせ。ぶっちゃけ吉江の、いや悔しくはないかな、全然悔しくない。いや、超放送見ないっすね。放送はほとんど見ない、俺。どんなに仲良くてもほとんど見ないっすね。彼の放送の流れ次第では伝える。でもあいつは結構短気だからねまあまあ、俺は石野に感謝してるし、石野の放送大好きだよ。俺過去にやった企画って何やったっけな。こんなもんか。1万回政権好き、捨て頃、山手線一周、中央線、こんなもんか企画。ああ、あれがあるか、うん、真冬の海、江ノ島、どれと二窓で見てた。いやもう足腰おかしくなるよ、あれ。頭おかしくなるよ本当に。はい、ガロンさんハートありがとう。あのね、記憶が曖昧になってくんだよね。数を数えられなくなってくんだんだん1とか2とか3とかがね、分かんなくなってくんの。1万回もやってると。あと何やったことあったっけ。辛いぜ。企画って何やったことあったかな。覚えてねえな。 SM 配信、
あの動画あるんじゃない？1万回聖剣好きあると思うよ。ちょっと待って探すよ。ワードル聖剣あるね。ワードル聖剣好きで検索したら出てくるよ。ワードル聖剣好きで出てくる。いっぱい出てくるね。あった。いや痛かったよいろんな意味ではいらねえわ俺のはね剛柔流の聖剣好きだからね。なんかこう普通の人と違うらしいね。普通の聖剣好きはもっとガニ股でね腰落とすからね。いや交代してますよ。してますしてます。全然全然してますよ。花火何発だっけな。花火100発ぐらいもらったよ。花火100発ぐらいもらったよ。聖剣漬け放送9月は企画何やろうかな。なんかいいネタある？9月のいい企画。いやそうだよ、俺の放送大体そんな感じだよ今からじゃあ何かやろうぜっつって大体ノリだから、思いつきですぐ始める、思い立ったが吉日だっけ、なんかそんな言葉なかったっけ。フットワークは軽いよ。雨降ってんのかな、まだ。今から石野の家にリアトツする雨降ってっかな。雨降ってんな。
引っ越し祝いしに行く？引っ越し祝い引っ越し祝い行く？石野のところに。引っ越し祝いって何渡すのが普通なんだろう。近いどころかもう歩いて10分ぐらいだね行けっつって行ってみる。初見さんいらっしゃい。行く？引っ越し祝い。雨降ってんだよな。引っ越し祝いはそばか。そば400円のそばあるから私に行く？行く？あ、イエローカード買ってあげたいな。これ俺がよく食べるそばなんだけど、とびきりそばとびきりそば、これシェアナンバーワン。これね3本で400円なの。400いくらすんの。これうまいんだよ。これをじゃあ届けに行く。イエローカード。炊飯器うんこして炊くと匂い取れなくなる。これあげるか、石野に。じゃあ私に行く？行く？寒いな、今日。めちゃめちゃ寒い。小麦なのかな？何割そばなんだろう？書いてないんだよね。小麦粉、そば粉、山芋、小麦タンパク、食塩でできてるって。何割かは書いてない。怒られないかな。うん、あ、そばありがとう。そば代ありがとう。花火ありがとう。じゃあ行くか。寒いな。え、石野に放送に言わないで、和道が来るよって。言わないでよ。うん、内緒ね。言ってるのバカだろう。え、もう言っちゃったの？バカすぎるんだけど。うん、いやバカすぎるでしょ。言っちゃったよ。なんて言ってる？言われてる。うん、彼女いるよ。サプライズ感なくなるじゃん。ザ。え、なんて言ってる？来んなっつってる？来んなって言ってる？石野。めんどくさがってる？え、やめとく今日。サプライズ感が。特に何も言ってない。ちょっと待って。あ、ちょっと待って。今から、
よし。はい、許可取りました。いや、寒いよ、今日、東京。めちゃめちゃ寒いよ。ライダース日和だよ。じゃあ、行きますか。行きますか。なんか、一応、特定が怖いっていうことなんで、ラジオ放送で行きます。特定は、やっぱり、浅井さんに迷惑かかっちゃうからね。そこはマナー守っていきましょう。OK ですか？ラジオ放送で OK？ みんな。OK？ 行くよ。いや、間違ってたというか いや、まあまあ、いいですよ。結果オーライ、結果オーライ。合ってるも間違ってるもないよ。大丈夫だよ。じゃあ、みんな OK ですか？準備。石野くんの家に行きましょう。OK でしょうか。いくよ。なんで誰も OK かどうか書かねえんだよ。OK、ありがとう。じゃあお疲れい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。